見る人によっては、なんでこんな下手くそな絵がこんな高いねんとかこんな評価されてんねん、気難しいコンセプチュアルなアートっていうのをひっくり返したっていう、バスキアっていうのがそういう意味では一つの現象だったのかもしれないですね。こんにちは、コンテンポラリーアーティストの山口正人です。よろしくお願いいたします。今日はですね、ジャン・ミシェル・バスキアについての研究をしていきたいと思っております。よろしくお願いします。ちょっと今まで結構コンセプチュアルな話が多かったんですが、ここに来て、バスキアということで、タイトルがコンセプトなんてクソくらいサブカルがアートになった日ということなんですが、本当に僕もバスキア自体はもちろん絵としてはすごい好きだったんですが、そこまでちゃんと調べたことがなくてですね、今回調べてみたら、バスキアっていうのは70年代後半から80年代初頭の、時代そのものを、アートにした、人物なんじゃないかなと感じました。それまで、例えばアンディ・ウォーホルとかがやっていたのっていうのは、マリリン・モンローとかコカ・コーラとかドルとかっていうのは、いわゆるメジャーなカルチャーをアートにするっていうことだったと思うんですけど、バスキアって、ウォーホルみたいにすごくレディメイドな方法ではないんですが、バスキアの存在そのものが、その時代のアンダーグラウンドなカルチャーの象徴になったというふうに僕は感じました。作品はちょっと紹介するまでもないと思うんですが、こんな感じの、大きく言うと下手馬なんですかね、そんなに絵が特別めちゃくちゃうまいとかっていうわけではないんですけど、こういうちょっと子供っぽい、ラフ、かなりラフな、画風で、あとテキストをたくさん使っているっていうのも結構バスキアの特徴だったりするようです。こういうもんであったり、メイドインジャパンもあるしみたいな、結構日本ネタ、当時ね、日本がもう、経済的にイケイケどんどんな、結構だからこういう円ネタ多いですね。ワンミリオン円バーサスポークバーサスポークバーサスポークみたいなことで、結構その言葉を使った作品が多かったっていうのが、彼の特徴ですと。この詩を書くスタイルで、ちょっと以前やったシュルレアリスムっぽいなっていうのはあってです、参考に映画があって、映画が3本あるんですけど、それ僕全部見たんです。バスキアが自分の詩を朗読しているシーンがあるんですけど、はっきり言って今例のこと意味はわからないですね。そんなようなちょっとシルレアリスティックな詩であったり、あとちょっと社会を風刺したような部分っていうのが、彼の詩の特徴なんじゃないかなと感じました。そして子供っぽい絵ですね。バスキア自身、その70年代の終わりってグラフィティが始まった時期なんですね。このニューヨークの地下鉄の電車とかに、すごいみんなグラフィティの人がこうガーって描くっていう、だからそのグラフィティの一味として当然バスキアも活動していて、でセイモっていう SAMO っていう、これ何だったかな、セイムと、すいません忘れました、セイムと何かをかけた言葉なんですよね。他のグラフィティとは違って、ライターといって言葉をこうすごいかっこよくグラフィカルに描くと。でもバスキアのスタイルっていうのはそんなに強い書き込みとかはせずに、バーってしれっと書くような方、割とポエティックなグラフィティスタイルということで、ちょっと他のグラフィティとは違ったと。はい、であとそのバンドもやっていたらしくて、ノイズミュージックっていうのが結構70年代ぐらいにすごく流行ってというか、一つのカテゴリーとして生まれてきてですね、バスキアはノイズミュージックもやっていたと。で、こういうそのバスキアの絵のスタイルなんですけど、その、後にですね、美術史的にはニューペインティングっていうふうにカテゴライズされるようです。で、70年代コンセプチュアルアートに代表する生真面目で学術的現代美術が主流だったわけですね。でこれがもうすごく面倒くさいと、で神器臭くて、もう嫌気がさしていたと。それのカウンターとして、20世紀初頭の表現主義、割とシュルレアリスム
ちょい後ぐらいのダダっぽいような感じの表現主義まあ、パリとかドイツとかで流行ってたようなで、まあ 新表現主義とも呼ばれていると。で忘れられていたエモーショナルな表現が蘇ってきたっていうのが、まあ、大きく、ニューペインティングっていう80年代に栄えたアートのスタイルっていうことなわけですね。でこれはもう世界中でそういうムーブメントがあって、当然日本でもあってですね、大竹新郎さんとか日比野勝彦さん、田中紀之さんなんかも、ニューペインティングの中にもカテゴライズされることもあるよっていうことですね。まあ、17歳の頃から地下鉄スラム街などでスプレーペインティングを始めると。でその後一冊ポストカードを売りながら生活を生計を立てていた。でこのスプレーペインティングは評価され、キース・ヘリング、バーバラ・クルーガーの助力でニューヨークで個展を開くようになったと。1983年にアンディ・ウォーホルと知り合い、作品を共同生活するようになる。もう87年にウォーホルが死んでしまうと。まあ、その後、バスキアは徐々にヘロインなどの薬物中毒になってしまって、ウォーホルの死によって、まあ、理解者を失うということになり、まあ、どんどんヘロインに溺れていって、ヘロインのオーバードーズで若干27歳で亡くなってしまったと。今回ちょっと資料にしていたのが、また例のごとく文献がやっぱりちょっとあんまりなくてですね、映画を見ました。まあ、3つあって、バスキア10代最後の時ってやつと、ダウンタウン81バスキアって、まあ、バスキアっていう、まあ、映画ですねがあるんですが、もしね皆さん見る機会が あるならば、バスキア10代の時、ダウンタウン81バスキアっていう順序で見るといいんじゃないかなと思いました。でこれ、バスキア10代の時っていうのは、まあ、バスキア自身はそんなに出てこずに、まあ、バスキアと関係のあった人たちがバスキアを語るみたいな、まあ、そういう構成になってるんですけど、これは基本的にアンディ・ウォーホルに会う前までの話なんですね。まあ、会った後もちょっとだけあるんですけども、基本的には会う前までの話で、でバスキアっていうと、なんかウォーホルにポストカードを売って、そこからバーって有名になってってとこがやっぱ一番そのストーリーとして面白いところなので、まあ、そこがどうしても印象的になってしまっていたわけですね。僕も割とそういうイメージを持っていたんですが、ちょっと今回調べてみると、バスキアの人格っていうのはもうウォーホルに出会う前、まさにこ のバスキア10代最後の時の映画の中で語られているようなことが、結構その彼の作家性自体を形成していたんだなっていうことをすごく感じました。なのでこのバスキア10代最後の時っていうのはすごいいい映画です。でその次のダウンタウン81っていうのが、これ、ね、なんとバスキア自身が作ったのかな。でバスキア自身の本人が出演してるんですね。でこれもね素晴らしくてですね、まあ、バスキアだけじゃなくて、その時代のアンダーグラウンドな、まあ、僕が結構好きな、まあ、アート・リンゼーっていうミュージシャンであったり、プラスティックスっていう、まあ、日本のねバンドなんですけどが出てきたりとか、ね、非常にこうドキドキワクワクしてしまう映画なんですね。まあ、その時の、まあ、時代ですね、まあ、ダウンタウン81はどっちかっていうとバスキアのもっと主観的な世界になるので、こうバスキアがこの時代をこういうふうに見てたっていうようなニュアンスが結構伝わる映画になってました。結構面白かったです。で最後のバスキア、まあ、これはもう、まあいわゆる映画ドキュメンタリーとかじゃなくて、もう作られた映画って感じなんで、なんかこうバスキアがこうなんだろう、名前忘れちゃったな、そのキュレーターにこう評価されて、そこから、ウォーホルに会ってっていう、まあ、そんな感じの流れになってるわけなんで、まあ、最後のまとめとして見るにはすごくいいですけど、まあ、若干その最後のバスキアだけ見てし、バスキアっていう映画だけ見てしまうと簡単に成功したみたいな感じになっちゃう、バスケが見えてしまうかもしれないかなと思いました。80年代のニューヨークっていうのは、まあ、その頃、まあ、どんな時代だったかというとですね、これニューヨークのここに字幕があるんですが、ローアイーストはまるで戦場だみたいな、
結構その70年代後半っていうのはアメリカ経済自体がもう結構厳しい状態になっちゃっていて、逆に日本はもうイケイケどんどんだったんですけど、ロアイーストって僕ニューヨークでも一番好きな場所で、ニューヨーク5回ぐらい行ってるんですけど、必ず行くところなんですね。今そのすごい人気で、アパートの値段も結構高くなってるし、ギャラリーもガンガン入ってきてる場所なんですが、この当時の映像を見るともう本当にスラム街、そんなところにもう犯罪だらけ、でもドラッグだらけみたいな、そんな中にバスキアは生活していたと。でその頃、グラフィティのカルチャーっていうのはもうすごい、黎明期でなんですかね、黎明期からちょっともう結構来てるみたいな、この写真にあるように、電車にねこういう、タグを書いて、これブロンクスっていう、去年僕がニューヨークに行った時泊まったとこなんですけど、そこ未だにちょっと治安悪そうでしたけど、ニューヨークシティから外のところで書いて、それが、ニューヨークの市内に入っていって、もうみんなに見せるっていうね。今回そのバスキアの件で結構音楽の話がいっぱい出てくるんですね。これ映画の中でも出てくるんですけど、僕はやっぱアートも音楽も、いろんなものはすごく関係性の高いものだと思っているんですね。バスキアを語るって僕がそんな語るほどのものではないんですが、バスキアを見るときに、彼はアンダーグラウンドの象徴みたいな、音楽の話も、どうしてもこれ入ってしまうわけですね。で、その音楽で言うと、例えばけど、この曲ってヒップホップのめちゃめちゃ有名な曲なんですけど、これってもともとシックのグッドタイムですね。シック、このシックっていうバンド、ナイル・ロジャースっていうすげえ有名なギタリスト、ダフトパンクの、ゲット・イット・ラッキー、ゲット・ラッキー、ゲット・ラッキーのギターも弾いていた人なんですけど、この曲にのレコードにラップを重ねたのがさっきの、曲なんですよ。どういうことかというと、本来音楽ってみんなでこううまく練習して、でみんなで作るものなんですけど、お金のない彼らはそんなことする教養も、お金もないですから、もうただ売ってるレコードをただそのままかけて、もうそれにラップとか声を乗せるぐらいしか、もう自分らの表現なんてないし、てかもう音楽なんてそれでよくねみたいな、そういう、でもこれって結構実はアートの中でもすごく重要な表現なんですよね。自分で作らない、すでにあるものにただちょっとだけエッセンスを乗せるだけで表現になっちゃうみたいな、そういうものが、その先ほどのグラフィティとか、あとこのヒップホップっていう言葉にはまだなってないんですが、一つの大きなストリートカルチャーとして生まれていったわけですよ。それが、70年代の終わりの方っていう感じなんですね。その後で、バスキアは先ほどお話ししたように、一つのグラフィティの仲間の一人として、当時セイモっていうかあの名前で活動していたと。今でいうアパレルブランドみたいなものもやっていて、マンメイドっていうアパレルブランドをバスキアやっていたらしいですね。でこれは既存の服に、バスキアがペイントするっていう、こんな感じのねものを作っていたらしいです。あと面白かったのが、ちょうど今僕ヒロ杉山さんの企画でジンの展覧会に参加するんですけれども、ジンの話もちょうど出てきてですね、映画の中で。バスキアもこの前ヒロさんが言ってたように、あれですね、カラーコピー機を使ってコラージュをたくさん作ってたらしいです。いや、すごいしん、今のこの自分の受けてる、こういう関係するんですかね。たまたまこの前そのヒロさんと話してた、そのカラコピー機がやっぱちょっと表現の革命を起こしたみたいなことをヒロさんとお話ししてたんですけど、このやっぱバスキア、やっぱそのぐらい、やっぱ今だと当たり前ですけど、カラーコピーっていうのはすごい画期的なんですよね。
すごい表現に影響を与えたものです。でそんな中ですね、タイムズスクエア賞っていうアンダーグラウンドなグラフィティアーティストだとか、まあ、アングラなアーティストっていうのはメジャーな、ね、アートシーンに行きたいっていう人も、まあ、一定数いてですね、でもどうしてもそのハイソサエティなそのアートの世界に入っていくのはすごい難しいと。でそれで自分たちでこの元売春宿だった場所を借りて、まあ、グループ展を、まあ、開催したわけです。でそこに後にジェフ・クーンズのスポンサーになるジェフリー・ダイチなんかを筆頭に、有名なギャラリストもそこにたくさん集まってきたわけです。でそれがですね、アート・イン・アメリカっていうすごい有名な雑誌でも取り上げられるという、こう初めてアンダーグラウンドなアーティストがちょっとメジャーなところにちょっとこうジャブを入れるみたいな、そういうことができたのがこのタイムズスクエア賞だったらしいです。その後ですね、映画バスキアの、スクショなんですけど、まあ、この有名なワンシーンですね、バスキアは自分のポストカードを持ってウォーホルのとこに、ウォーホルが飯食ってるとこに行って、まあ、無知な絵を買わないかと、1枚10ドルだってことでウォーホルにポストカードを売ったと。でその後こう僕もね2回ぐらい行ったことあるのかな、すごく有名なアメリカのすごい有名なレジデンスがあるんですが、村上隆さんも行ってましたし、で、そこの PS1 でのグループ展に、バスキアが参加したと。でそこからもう一気に、まあバスキアはヒーローになっていってですね、こうセレブリティな世界に入っていくわけです。でウォーホルともすごく仲良くなってですね、歴史的なアート界 の女帝と呼ばれるこのメアリー・ブーンさん、日本人だと五木田智雄さんなんかがメアリー・ブーンに所属していたんですよね。でもただメアリー・ブーンは、去年か一昨年に亡くなってしまったわけです。メアリー・ブーンに見初められて有名アーティストへの階段を、まあ、上っていくということです。まあ、一番初めのねバスキア10代最後の時の映画の中で最後にこの黒人の、まあ、友達が、まあ、バスキアに対して言った言葉がすごくちょっと印象的でですね、黒人は称賛も支持もされない、アート界で成功し重たい屋根を吹っ飛ばしたと。アートっていう、まあ、ある種のすごいヒエラルキーのある世界の中、世界をやっぱバスキアは黒人であり、まあ、黒人っていうだけではなくて、その表現自体も気難しいコンセプチュアルなアートっていうのをひっくり返したっていうことを、まあ、おっしゃっていたわけです。はい、というわけで、今回はジャン・ミシェル・バスキアさんについて研究をさせていただきました。ちょっとですね、僕も、まあ、予想以上に結構好きな時代、好きなカルチャーについての話がちょっとバンバン出てしまって、まあ、ちょっと脱線してしまったところが、確かに、まあ、見る人によっては、まあ、なんでこんな下手くそな絵がこんな高いねんとかこんな評価されてんねんって思っちゃう部分もあるかもしれないんですが、まあ、実際やっぱりそのバスキアはまあ、70年代終わりから、まあ、80年代初めまでぐらいの時代そのものを表した人物という、まあ、表したというかそういうふうに見られてしまうという、もう周りがそういうバスキアをその時代の象徴だというふうに見てしまうような現象 を起こした、まあ、そうですね、バスキアっていうのがそういう意味では一つの現象だったのかもしれないですね。そのカルチャーを当時のカルチャー自体がバスキアであるっていうこともそうですし、まあ、黒人で非常にそのアンダーグラウンドなものがこうメジャーになっていくっていうそのストーリー自体で、そのアートのムーブメント自体も結果的にそのバスキアによって変化してしまったということが、それ自体がそのバスキアの存在というか評価というか価値というかなんじゃないかなというふうに感じました。でちょっとまあ余談ですが、まあ、ちょっとこの中で出てきた結構ヒップホップのとかストリートカルチャーの話にもう結構つながってしまって、まあ、そこで結構僕ももともと興味があるのでちょっとテンション上がってしまったところなんですけど、まあ、すでに3つの映画、バスキアの映画、このバスキアの映画本当に、まあ、猿の惑星、属猿の惑星、
その次何だったかなみたいな感じで、3つの映画を、まあ、見てもうおすすめなんですが、もう一個、ネットフリックスでゲットダウンだったかな、ゲットダウンっていうドラマがあってですね、それもヒップホップが始まった、まあ、同じ頃の時代の話でですね、ちょっとエンターテインメントな感じなんですが、それもおすすめです。でもう一個ネットフリックスでヒップホップエボリューションっていう、まあ、今回ちょっと紹介したシュガーヒルギャングであったり、グランドマスターフラッシュとか、まあ、そういう、まあ、ヒップホップと呼ばれる前の段階の、まあ、人たちを紹介するような、そっちはドキュメンタリーなんですけどもあるので、よかったら見ていただければと思います。という感じでですね、ちょっとバスキアがちょっと思いのほかすごく面白かったっていうのもちょっとあってですね、回何しようかな、今ちょっとゲルハルト・リヒターっていうドイツのアーティストにちょっと個人的にちょっと調べたいなっていうのもあったりしていて、まあ、その辺行こうかなとかちょっと考えたりしておりますが、ちょっとね、意外とこの結構調べるのに、まあ、時間が結構かかってしまうということで、なかなか更新頻度がちょっと上がっていかない部分はあるんですが、引き続きよろしくお願いいたします。コンテンポラリーアーティストの山口雅人でした。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。失礼いたします。フラットでもしわしわゲーム。デジタルとアナログのそのすごい曖昧なところに、なんか本当のなんかリアリティっていうのがそこに発見できないかなっていうことをテーマに作品を作っております。